はい、タナダカラです。よろしくお願いします。今日はですね、これ前ヤフーニュース出てたんですけど、水素バイクですね。これでですね、日本の4大バイクメーカーが共同で、開発するというニュースについて語りたいと思います。よろしくお願いします。なんかこれヤフーニュースで見たんですけど、 HYSE とか言ってですね、水素の、エンジンですかね、まあ、これを作るということで4社が共同で、開発を進めるということで、発表があったようです。で、まあ、4大といえば、まあ、当然ホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎のこの4メーカーなんですけど、まあ、確かに、まあ、サステナブルな、オートバイということになるのであれば、まあ、ちょっとガソリンエンジンだと、まあ、ちょっと限界があるのかなというふうに、あと、まあ、排ガス規制もガソリン、エンジン、バイクにね、かかってきてますからね。だから、まあ、どうすんのかなと思って見てたんですけど、まあ、自動車はね、EV、EV って言ってますけど、まあ、バイクも EV です、一辺倒なのかなと思ったら、まあ、この発表ですね。なもんで、バイクの原動機をだから水素エンジンでまあ開発するということなんで、だから4大メーカーがまああのガソリンの代わりになるこの燃料として水素に注目してるんだろうなというふうに思います。ただまあ私思うにまああの水素一辺倒でもなくて、まあ合成燃料、まあ、今あの盛んでモータースポーツスーパー GT でも E フュエル、E フュエルって言ってるぐらいですから、まあ、エンジンをまあその E フュエルの方に合わせて、まあ継続させるのもありなんだと思うんですけど、まあ、この HYSE というこの連合体ですか、これを作って、でまあ水素エンジンのバイクの研究もするということなんで、私としてもですね、まあどちらかというと、内燃機関の方が好きなので、まあ、音が出て今までのようなバイクの感覚でバイクが乗れればいいなというふうに思ってます。まあ、この水素エンジンバイクっていうのを、まあ、どのような皆あの4社の共同での形になるかっていうのはちょっと気になります。ありがとうございました。